宇宙世紀0079 12月2日来るべき宇宙での最終決戦に向けて再建された主力艦隊がジャブローから打ち上げられた。艦隊打ち上げより数時間前、第13独立戦隊ホワイトベース隊、第16独立戦隊サラブレッド隊を含む数隻の艦艇がジャブローより発進した。その目的は艦隊打ち上げの際の陽動とされたが、サラブレッド隊の真の任務は月とソロモンの境界に位置する暗礁中域に潜伏し、月面基地グラナダの動向を監視、ソロモン・ア・バウアクーを抜きサイド3へと進行する連邦軍主力艦隊の背後を守るというものだった。これは歴史の表舞台に出ることなくその任務を遂行し、戦争終結のための重要な役割を担った部隊の記録である。作戦の内容確認をお願いします。ミッション内容の確認をお願いします。状況の確認をお願いします。出撃します。作戦開始です。無罪一石中破、ジャミングフィールド形成に成功。 G04、G05 発進。 G04 ルースカッセル出るぞ。 G05 フォルドロムフェロー行ってくるぜ。こいつらでどうだ。敵を撃墜、厳入だぜ。ゴルゴ、実戦はテストとは違うわ。落ち着いて。戦場にいるんだ。落ち着いてなんかいられるかよ。ルース、ゴルゴに頼みますね。了解した。援護もらう。引き落とした。引き落とした。
より前に出すぎるな。神経質なんだよルースは。また上が薄くなるぜ。人が気にしてることを。ヤッホー、楽勝だったなルース。浮かれるなフォルド。フォルド、バカやってないで着艦急いで。すぐに現宙域を離脱してまた姿を隠さなきゃなんないんだから。了解了解。ま、こそこそしなくたって俺とこいつがいれば問題ないけどな。